梅花の縁は、奈良時代に編まれた万葉集に収録されている、梅花を題材とする32種の和歌が読まれた縁会の、こと、梅花縁とも、日本の言語、令和の剪定元としても知られる。梅は、バラカ桜族の落葉校木原産地は中国で、剣闘士が日本にもたらしたとされる天平を2年1月13日、太宰卒、大友旅人の邸宅で開かれた縁会で、 いわゆる畜紫花壇の院により、梅花を題材に32種の歌が詠まれた。この宴会を、梅花の縁と呼び、これら32種の歌は、万葉集巻後に収録されている。当時、梅は、唐から渡ってきた珍しい植物であった。太宰府市にある、太宰府展示館では、梅花の縁の様子を再現した博多人形による、ジオラマが展示されている。また市民グループ、大財布万葉会が、 バイカの絵も当時を再現した衣装を出来、序文、十二種のバイカの歌を朗称する、再現活動を二十年以上続けている。通常は、毎年二月に行われるが、新元号令和の発表を受けて四月二日、太宰府成長後で特別に披露された。二千十九年四月一日、万葉集巻後にあるバイカの縁の歌三十二種の、序文に記された、初春の令月にして、 奇粛苦風和らぎ、梅は狂然の子を開き、蘭は背後の子をカオらすの一節を転居として、新言語、令和が選定された。ありがとうございます。